皆さんこんにちはともりあらたです。風邪とかね感染症が怖い季節になってきましたよね。予防のために免疫力をねアップしなきゃなんて考えてる方も多いと思います。でも実は免疫力を上げすぎるだけだと老化が進んでしまうかもしれないということをご存知ですか今日は老化と免疫力について最新知見を交えて解説していくので感染症も予防したいけどもちろん老化も予防していきたいっていう方はですね ぜひ最後までご覧ください。 まず最初に皆さん免疫力っていうんですけれども免疫力っていう医学用語はなくてまず免疫っていうものを簡単にお話ししたいいいと思います免疫っていうのは、まあ、医学的に言うとウイルスとか細菌真菌、まあ、寄生虫とか要は体にとって異物っていうものが侵入してくれるのを発見して排除して身を守る仕組みのことで生体防御反ののシステムのことなんですねここで言う免疫っていうのは免疫細胞というものが いろいろ仕事をしてくれています免疫細胞はですね病原体を排除するために例えば病原体を見つけたら病原体いますよって言って炎症性のサイトカインというものを分泌を起こすんですよ免疫細胞が集まってきてみたいな指令を出したりするんですね免疫細胞が集まってきて攻撃をしたり排除するっていうシステムになっていますでもその後には必ずこの免疫細胞をです、ね、抑える免疫抑制細胞というものが現れるんですね その免疫抑制細胞が炎症を抑え込んで抗炎症性のサイトカインっていうものがあるんですがそれを分泌して炎症終わりましたよみたいな感じのことをしてそれで一連の免疫反応は終わるとということになりますこれが免疫反応の流れというものなんですね。 免疫っていうのは炎症を促して病原体を攻撃する免疫細胞というものとそれを終わらせる免疫抑制細胞というのがいるということになりますなので皆さんがな、ま、んか免疫力を上げるみたいに言うのは排除する力を上げましょうみたいな意味合いで使うことが多いんだと思うんですよ免疫力を闇雲に上げましょうみたいなことばっかりしているとどんなことが起こると思いますか細胞の攻撃力だけを 上げることになるので常に炎症反応が起きている状態炎症反応が止まらない状態になってしまうんですなので炎症を、ね、促すものは強いんだけれども免疫抑制細胞が弱まってしまうということになるんですね実は現代人っていうのは免疫細胞が強くて免疫を抑制する細胞が弱いっていう風に言われていますなので知らず知らずの間に体で慢性的な炎症が起きている人が 多いということが言われているんです。 ここで老化についてもう一回おさらいしてみましょうこのねチャンネルでは結構ね老化についていろいろお話ししていると思うんですけれども老化っていうのには実は2種類あるんですね加齢とともに必然的に、ま、進んじゃう生理的な老化というものになりますもう一つがですね慢性的な炎症が起きていることになります慢性炎症っていうのは病的な老化の原因になるんですよ 体的には慢性炎症っていうのは普通に示しているようにがんとかアルツハイマーとか糖尿病とかアレルギー疾患とか花粉症などいろいろな疾患を引き起こすっていうことが分かっています。体をを炎症に傾けけるる状態を続ということイコール老化が進んでしまうっていう怖いことになるんですよ。 ではね、どうしたらいいかって言うと抗炎症性の免疫細胞を活性化させればいいんですねただ結構難しいんですよ現代人っていうのは免疫を抑制する細胞がおかしいですよっていうお話をしたんですねなんでかっていうとですね病原体と戦う免疫細胞ねいろいろいるんですが制御系型って呼ばれる細胞は T レグと呼ばれる細胞だけということになってます攻撃するものはたくさんいるんだけど抑えるものはあんまりいない ただ私はね決して免疫力を上げてはダメって言ってるわけじゃないんですよ免疫細胞と免疫抑制細胞のこのバランスっていうのがとっても大事だよっていうことになります車に例えるんであれば免疫細胞はまあアクセルですよね免疫抑制細胞ってはブレーキですアクセルとブレーキがバランスよく効くことで安全に早くたどり着くっていうことになりますただアクセルが弱ければ病原体を殺せなくなっちゃうし ブレーキが弱ければ暴走しちゃって事故につ、ね、ながったりとか体では慢性炎症が起こっちゃうっていうことになります免疫力っていう言葉が元気にさしなきゃみたいなあげなきゃみたいな意味合いがあるので皆さんが誤解してるような感じがするんですよねむしろねなんか免疫力っていう言葉よりも免疫バランス力みたいな感じにね言っていったら皆さんのイメージもね変わるのかなというふうに思いますざっくり言うとね免疫抑制細胞が弱いと免疫が簡 過剰となって慢性症になる慢性症が起こると体に病的な老化が進むということになります逆を言うと免疫細胞が弱いと免疫抑制細胞が過剰となってね感染症とかにもかかりやすくなるだけじゃなくて癌とかも攻撃できないっていうことに言われてますがん細胞がねいる人はこの免疫抑制細胞もいっぱいいるっていうこともわかってるんですよがん細胞が生まれてきたら免疫細胞がねそれをね排除するっていう機構もあるので本当にバランスが必要でどっち が多くなってもあまり良くないということになります。 じゃあね、バランスをしっかり整えるにはどうしたらいいかっていう話になるんですが、実は腸内細菌が関わっているっていうことが分かってきてるんです。腸内細菌は免疫を促す細菌と免疫を抑制する細胞がいるっていうのが分かっています。この図のように炎症を促す菌、そして炎症を抑える菌っていうものがあって、免疫と同じように炎症と抗炎症というものの菌のバランスが大切になってきます。炎症を抑える いいいうのは取ればいいじゃんみたいに思うかもしれないんですが残念ながら私たちの腸内細菌っていうのはもうね3歳ぐらいに定着して、まあ、15歳ぐらいでほぼ決まるって言われているので。その後 にいくら金を入れてもいつかないって言われてるんですねなので炎症を抑える細菌に炭素脂肪酸をたくさん作ってもらうっていうところがポイントです炭素脂肪酸を作ってもらうためには何が必要かっていうと発酵性の食物繊維いわゆるルミナコイドというものを取ることが必要と言われています炎症を抑える細菌っていうのはルミナコイドを摂取することによって炭素脂肪酸を作りますその中のラク酸っていうのが 免疫バランスを整えてくれるっていうことになるんですねもちろん炎症で、ね、促す細菌を抑えるわけではないので病原菌を排除した後には必要以上に体に炎症を起こさないということは老化を進めなくするということになりますイルミナコイドにはいろんな種類があるんですね発酵しやすいものもあればゆっくりなものもあるみたいなことで作られる炭素脂肪酸の量というものも違いがあったりしますなので1種類だけに 偏るのはあんまり良くないって言われてるんですねいろんな種類の発酵性の食物繊維ルミナコイドをバランスよく取るっていうことが大切っていうことも分かっていますルミナコイドってはこんなにたくさんの種類があるんですけれども平均的な日本人っていうのは通常の食物繊維の摂取量っていうのが 20g 未満って言われているんですねなのでいろんな種類のルミナコイドをできれば1日 25g 以上を取るということを目安にすればですね老化も感染症 予防するることができるっていうことになりますまとめて言うとですね免疫力というのは上げるだけじゃダメでバランスが大切現代人っていうのはバランスがおかしくなっていて炎症だけを起こしやすい体になってしまっているっていうことバランスを整えるために発酵性の食物繊維ルミナコイドを偏らないでいろんな種類取ることによって。 で腸内細菌が炎症を抑える T レグを作り出してくれるのでそれによって免疫のバランスが整って慢性炎症を抑えることができるよっていうことになりますなので老化も予防したい感染症も予防したいっていう方は積極的にルミナコイドを接種してくださいはいということでいかがだったでしょうか今日の内容良かったよっていう方はですねジェットボタンを押していただいたりチャンネル登録していただけると嬉しいですまた次の動画でお会いしましょうさようなら